私はこの社会を変えたい。橋村梨花は思います。市長の皆様こんにちは。橋村梨花でございます。ご通行中の皆様、お買い物中の皆様、そして市場でお勤めの皆様、大変お騒がせしております。27日投開票の衆議院選挙、社民党より立候補いたしました橋村梨花でございます。私は3人の子供の母です。一労働者、一生活者です。私自身子育てについての悩み、子供たちの未来、そして自分自身の老後、そのようなことに頭を思い悩ませる日々です。皆様と同じところで悩み、同じところで涙を流す人間です。私は今回このような立候補する立場になり、まずはさまざまなところにお話を伺いに行かなければならないと足を運ばせていただき、たくさんの方にお話を伺いました。子育て中のお母さん、4人の子供がいる、1人は重度の障害があってお腹に穴を開け気管切開をしているような医療的ケアがある。でもその子供が日中行く場所がない。その4人の子供のお母さん、シングルマザーで子供を抱えている。子育ても自らの命も保たなければならない。そんな中、預ける場所がないから私は仕事に行けないんだ。この子はこうやって私と一緒にずっと閉じこもったまま、私自身も働けず、私たちはこうやって生きていかなきゃいけないのか、涙ながらに訴えられました。そしてまたある農業従事者の方、懸命に作ってきた畑が開発という名のもとに剥ぎ取られそうになっている。畑というものは子育てと同じ、一朝一夕にできるものではない。毎日毎日畑の土の状況を見て、そして何年もかかって作物を育てる、子供を育てているようなもんだ。そこを取り上げられ、新たな耕作放棄地、荒れ地のような土地でここでまた農業をしろと言われる。自分たちは生きていくために作物を育てているけれども、その心の奥には我が子が、父親が働いてこうやって作物を育てているその姿を、両親が働いている姿を見て、農業って素晴らしいな、命を守っているんだと、そのようなものを思ってほしい、だから懸命に働いてるんだ。でももう難しいかもしれない、できないかもしれない。40代の若い農業経験者の方です。未来もある。そのような方がこんなことを思わなければならない。もうおら橋村さん、畑は仕切らんかもしれん、でもやっぱうちの子が農業が好きだけん、この子が大きくなって農業やりたいって言ってくれるまでおら頑張ろうと思う、どがんかせなんね、橋村さんどがんかしてという話も聞きます。そして今日、先ほど遊説をして回る途中で高齢の男性の方がお家から飛び出てこられました。大きく手を振って私たちに合図を送ってくださいました。その方の元に駆けつけましたら、涙を流されて来てくれてありがとうと、よろしくお願いしますと、この社会をどうにかしてちょうだい、本当によろしくお願いしますと手をつないで涙を流されました。今の政権、このような人々の声が届いていますか。私たち一人一人の声、そして
種の生活に追われ、もう声さえ上げられなくなってしまった、そのような皆さんの声を、この国の制度政策を決める場にいる人たちは聞こえていますか？声さえ上げられなくなった人たちに向かって、言わんとわからんよ。何も困っとらんとだろう。何も言わんとだったらわからんと。そんなことを言い放ち続け、押しつぶし、無視し続けてきた、その結果が今の社会です。私はこの社会を変えたい。橋村梨花、私自身、三人の子の母、一番上の娘は重度の障害があり、地域の学校に通い、仲間と一緒に大きくなっていきました。言葉を発することのなかった彼女の思いを、学校の仲間たちは一つ一つ心を寄り添い続け、思いを傾け続け、彼女の思いに耳を傾け続けてくれました。私はこの学校の中での子どもたちの社会、小さな声に、声さえ出せない思いに寄り添い続けるその社会が、この今の冷たい社会が見失ってしまった本当に大切なもの、大事にしなければならないものだと教えてもらいました。その思いをこの社会につなげるために、橋村梨花、社民党から衆議院選挙を立候補いたしました。一人の母であり、一生活者です。トリプルワークもしていました。現在は地元益城町の放課後の学童で、学校から頑張って帰ってきた子どもたちと一緒に過ごしています。この子どもたちの毎日が、そして働いておられる皆さんが、学校の先生が、保育園の先生が、そして農業をされておられる方々が、今私たちの前におられる皆さんが、生きてきてよかったと、ここで生まれ育ち、そして結婚し、子供を育て、年を重ねて、ここでいてよかったと思っていただける社会にしなければならない。そして私たちはそれをする権利があります。その権利を私たちはみんな持っている。この社会を変える権利を、自分の手に取り戻す権利を私たちは持っています。その権利をもう一度皆さんで一緒に取り戻したい。橋村梨花、益城町におります、ただの母親です。でもそのただの母親が言えることは、私たちの声を無視をするな、私たちの思いに耳を塞ぐな、そして私たちの目を、耳を、口を塞ぐな、手足を縛るな、手足を縛っておいてあなたは自由ですと言われている今の世の中で、手足を解き放ち、自由になって思いの丈を述べる、言いたいことを言って、やりたいことをして、自分らしく生きていくことができる、その権利を今一度、ありがとうございます、私たちの手元に取り戻していきましょう。ありがとうございます。今 OK サインをいただきました。ありがとうございます。その権利を取り戻すための戦い、皆さんと一緒に戦っております。橋村梨花、今隣に社民党副党首大椿優子も応援に駆けつけてきてくれています。この社民党の思い、頑固に平和、暮らしが一番大切なものほど失われて初めて気づく、大事なことほどなくなってしまって初めて気づきます。気づいてしまってからではもう遅い。その前に私たちは今立ち上がりましょう。自分たちの権利を、自分たちの命を、自分たちの生活を、社会を、私たちの手元に取り戻すために、橋村梨花、これからも皆様と共に前に向かってまいります。今日はメロンドーム、七条メロンドームの前でお話をさせていただきました。橋村の思いをお届けさせていただきました。お時間をいただきましてありがとうございます。ソーシャルデモクラティックパーティー。